どう見ても要塞じゃない。要塞のフリーレン、なぜか茶屋の服に見えた。どうやってそう思ったじゃない。1000年以上生きたエルフのマジカル配膳テクニックだよ。ヒンメルもきっと食べたかったじゃない。指輪見て物思いにふけるくらいならきちんと告白に応えてあげればよかったじゃない。後悔先に立たずって言うじゃない。妻っていうかお母さんじゃない。自分と同じ轍を踏まないようちゃんと弟子たちには教育するエルフの鏡じゃない。料理できたんだ。レシピ通りに作れるのは才能がある証拠。そのハンバーグちゃんと中まで火が通ってるか心配じゃない。アウラ、試食しろ。ハンバーグに最適な加熱をする魔法。ハンバーグの中までしっかり火を通す魔法とかあるんだろうな、この世界。生焼けでも食中毒にならない魔法。この持ち方つそうじゃない。どんな大皿もこぼさず配膳できる魔法だよ。エプロン似合う。ベッドの薄着も良かった。しこれそう。不覚にもしパタパタするフリーレンがあっちに感じたじゃない。こんな貧相な体のおばあちゃんでしこるとかお前らどうかしてるぞ。たまにお母さんになるから侮れないじゃない。お母さんというよりおばあちゃんじゃ。クソガキだったりババアだったり。いつもは気の利かないおばちゃん、たまにわがままなガキ、たまーはーはーにお姉さん、たまーはーはーはーに母性。偉いぞの言い方がお母さん。フェルンがきつく当たってるうちにフリーレンがこうして胃袋も掴んじゃうんだね。アニメのせいでリーシタとフリシタが生えてきた。今回は優しいお母さん。お姉さんくらいではあったよフリーレン。面白いタイプのロリババアだよねフリーレン。ここは珍しくしっかりお姉さんというか年長者してたよね。今日も一日お疲れ様って夕飯を振る舞ってくれるお嫁さんフリーレンが見たいか。見たい。いつものおすまし顔がこの場面ではすごくハマってる。チンチクリンの前か後ろかわからない裸より家庭的なワンシーンの方が男心をくすぐるじゃない。だらしないけど確かなお姉さん感はあるよねフリーレン。レシピがあれば再現できる程度に炊事慣れしているというのはヒロイン的にさりげなくホームラン打ってる。なんか服装から所作から異様に似合ってるよねこのフリーレン。ここの後のハンバーグ食べるシュタルクを見て微笑むところがいいなって。改めて見てるとクソババアで珍獣だけどヒンメルが惚れて囚われて尊んだ理由もわかる。ヒロインパワーしてるわこの人。安易なお色気より等身大の生活感にクラッとくる。こういうのでいいんだよこういうので。